皆さんもう少しでトイに入るんで。金のトランプの絵札だけです。1枚お好きなカードを選んでみてください。お先どうぞ。お先でいいですね。皆さんおはようございます。エンドポイントのショケゲです。今伊豆の方に来ましたね。本当は椿ラインの方から来ようと思ったんですけど、なんかぼーっとしてたら道間違えちゃって、国道1号線をまっすぐ来てですね、箱根の方から、それでここの方まで抜けてきましたね。でまあここをずっとまっすぐ行くと西伊豆の方に行くんで、まあ、もしかしたら西伊豆スカイラインに行こうかなとか思ってるんですけど、ちょっとまだ走りながら考え中って感じですね。まあ伊豆はですね、自分は大好きな場所で、特に水がすごく、海の水ですね、とても綺麗な場所で、それでスキューバーの聖地って言われてるような場所もありますし、あと白浜とかあっちの方も海が自分の記憶だと綺麗だと思いますね。この辺の関東近県でですね、なかなか海の綺麗なところっていうとあんまりないんですけど、まあ、伊豆はすごく綺麗なところだなと思いますね。でも本当にあれですよね、伊豆もこうやって海があるかと思いきや山深いんですよね。なんかこれが不思議ですよね。この山とあと海が両方あるような感じで、いいとこ取りって感じで、まあ伊豆に住んでたらそれはそれでなんかまた生活も変わるんだろうなっていうような、そんな感じですね。皆さんもう少しでトイに入るんで、トイエリアって書いてありますもんね。ここのトイのところでなんかご飯食べたいな、お腹減ったな。あれ金山この辺じゃなかったかな。あ、そうだよね。 0.2m。じゃあ始めましょう。あ、はい。私はここでガイドやってると申します、この3人で出発したいと思います。お願いします。お客様どこからって言って、横浜、はい、こちら富士宮。あ、すぐ近くだ。校内薄暗いんでライトを送るから下げてください。普通ガイドツアーっていうと、はい、ガイドさんが先頭に立ってこれご覧ください、次郵便です、次は何ですってガイドさんがどんどん引っ張ってきますけれども、私の場合には3人とちょい後ろご一緒後ろぐらいから行きます。あ、分かります。見どころはそこそこあります。3人ともスルーしちゃったらちょっと待って、これ見てくんないか、ね、そんな感じで呼びておりますので、あるペースはお客様のペースで行ってくださればと思います。はい、じゃあ横浜から来たお客様こちらへどうぞ。あ、はい、ちょっと3人を代表して金のトランプの絵札だけです。1枚お好きなカードを選んでみてください。これで、スペードのジャックね。はい、はい、裏なんて書いてありますか。
なぜここ砥石で金が取れたのか。なぜここで砥石で金が取れたのか。藤波はね、実は取っても不思議ないんですが、なんか金山を取れたって話は聞かないですよね。横浜は当然、はい、あるわけがない。そうですね、ないですね。まあここ全国で取れるところってそんなたくさんあるわけじゃないんですが、はい、ちょっとここは取れた理由わけがあります。この答えは一緒に坑道を歩いているうちにおのずから分かります。ですから坑道を出たところでこの問題を出して、不正解答えられなかったら、まあ、もう一回坑道入り直すとかねそれやってるといつまでたっても昼飯が食えなくなりますから、そんな無茶はしませんので安心して出発にしましょう。そちらお進みください。こちらへ。お先どうぞ。お先でいいですね。うん、いらっしゃいませ。ようこそ砥石。ここは昭和38年。ですから60年前までは実際に金を。本能をやめた後、庭を整備するなどしてこういうふうにテーマハープとして最初に出ました、典型的な金鉱石、こんな感じです、どこも光ってないですね、ざっと見ると白いところと黒いところがこう積み重なっています、金は黒白どっちにたくさん含まれてる思われます。黒。でもなんとなく黒なような気がします。3人とも正解です、この黒いところ実はね、金鉱石といっても出てくるのは金だけではないです、主なものは金、銀、銅、錫、亜鉛といったおよそ金属系は一色単にあってここの黒いところから出てきます、結構深いな。ちょっと深いとこから出ると水じゃなくて温泉が出てきちゃいます、温泉が出るっていうと普通は聞こえがいいんですが、鉱山にとっては作業の邪魔でしかないんで、勘弁してよっていう話ですね。坑内歩いてると至る所で水が出てます。今日は少ないですけれども、水が溜まってるところもあります。そういう時期によってそういうふうに上下するんですか。上下しますね。ここら辺の地表っていうかね、地上に降った雨水が岩間割れ目に伝わって、ポタ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 。先ほどお話しあった江戸時代はここからここで金鉱石をすりつぶして砂状態にして、それを木箱に入れて、家康のいたすぐ静岡へ送って、その後最終的に江戸の金座銀座で、大判小判にしました。家康の直轄領のところで徳川の三つ葵がついてますよね、このトンネルって絞りみたいな感じだったんですかね。ここはね、結構後から掘ってます。なるほど。坑内の我々これが歩くところは室町時代、江戸時代に一旦を掘った後明治を広げてます、特にここはトロッコ電車の通り道だったので、こうやって広げて、高く、すごい、これは削岩機という岩に穴を開ける機械今でも道路工事で見たものが使えます。この尖った先っちょをこの写真のように岩盤に突き立って、そのこれぐらいの穴が、そこへダイナマイトを詰めて、砕けた鉱石を次々とトロッコに入れて釣り出して。この時は通路が狭く、この先昔ながらの岩盤がむき出しになっています。これ本物っぽい、そうみたいな、非常に硬いです。
それでこの近くで結構いい急行路が2本走ってるんですが、お分かりになるでしょうかっていうのもちょっと無茶な質問かな。あ、これ？あ、それそうですね。これですかね。でまず入り口ちょっと太すぎて分かんなかった。これがね、左側の白っぽい、白茶色、黄色で、こことかそこを近づいてライトを照らしてみてください。これ石鹸ですね。キラキラ光ってます。あ、なんか光ってますね。それからね、下の、うん、ちょっとあのここ脆いのに触らないでいただきます。ここら辺、あ、キラキラ光ってますね。そのキラキラの中に金も含まれてますとしか言いようがないんですが、いろんな鉱物が一斉に噴き出してます、金銀銅といった金属系とあと石英ですね。それであのお客さんが最初に見つけられたこれ、はい、これを天井の方へ辿っていってみてください。ずーっとあっちまで行きます。いいですか、すいません。はい、どうぞ。はい、どうぞ。だから入り口で見たらツレツレするのがはまってこれぐらいしかなかったけど、あそこはもう優に40センチぐらいかかります。隣の穴、あれは江戸時代の人が絶対ここでいい金鉱石が取れるはずだと思うので試し掘りをした跡です。それ実際ですね。奥行きがね、1メーター60ぐらいに変わってるんですよ。当時1日に掘るのはせいぜい30センチ、ということはもう気合い入れて掘ったのを1週間経っても掘り返しが早かったので諦めざるを得なかったちょっと残念な花ですね。本当にいい石が出たらここを向こう側に向かってデーンと掘り進む。必ずあれ鉱石があるところってこういうラインがあるんですかね。鉱石っていうか単独で出るっていうのはまずないですね。あ、いわゆる鉱脈、脈になってますね。ああ、そうなんですか。じゃあそれをたどる感じなんですか。それをたどる、実際にあの金を掘る時にはあの入り口で見たツヤツヤした地表、はい、ツヤツヤ地表、それをそれの隣にあるので一緒になって、それから突き当たりが、あ、トリキンズの一番いい金鉱脈が残るから、すごい。ここでは水を汲み上げる作業の様子を再現している。見てるとこういう感じで水が出ちゃうんですよ。それで右の方の岩盤が山の中を掘り進んで採掘現場が深くなってくると水が湧き出してくる。そこで水抜き用の排水路まで水を汲み上げる必要があったんだ。ここが土井金山で一番いい金鉱脈。ただ掘り進むだけではなくてこんな作業もあったんだね。あのような油を含んで、それにこの作業は休むわけにはいかないから、まだ上の方は夜を問わず豪快で行われていたの。そうか、休んでしまうとせっかく掘り進んだ骨が水没してしまうんだ。というかあの、そういうことよ。それからここの池に向かって左側には銭洗岩って呼ばれる泉があるのがわかるかしら。銭洗岩、ちょっとここは脆いんで、触らないでライトで照らすだけにしてほしいんですが、キラキラを探してみてどうだ。それに近づいて効果は金を招くと言われているわよ。キラキラしてほしい。本当に、てかここはもう光ってないところがないぐらいところでキラキラしてる。右側の岩盤には金の一番光ってるなというのはここら辺が一番光ってます。ここでは良質な金鉱脈が発見され、そうでしたくさんの金鉱石が掘り出されたんだ。ところから金流の鉱脈とも呼ばれているのよ。これが鉱脈なんですね。この何右下下がり、はいはい、この辺全部右下下がり、そうですね。ですから、先ほどいい指摘だったんですが、あの
金とか銀が単独で出るんじゃなくて脈に沿って出てくるんで、うん、例えばここでキラキラ光ってたらその脈に沿ってこっちとかこっちを探していくと同じような感じでキラキラしてることが多いです。こういう金とかって出るときってどれぐらいの大きさなんですかね。その粒々の大きさなんです。ああそうなんですか、うん、へえ。だから実際にはこれを今も昔もどうやるかというと、例えばここ今のところ掘ったとここ一切合切掘って一旦外へ出します。それで明らかな雑魚石だけどけて、金含んだいいやつを今も昔もすりつぶします。すりつぶすサイズはこの粒々のサイズまで、もう粉っていうか泥状態に、でそこから先例えば金は重たいんで、殺菌取りのルールで水に入れると沈みますから、そこを集めてくるとか、そういう複雑なね精錬っていうんですが過程で取り出します、うん、じゃあ大変な量ですねこれ塊にするのっつったら。したら大変ですよ、ね、だからねここら辺だとここら辺例えば1トン掘り出すと1トンからせいぜい金は 30g、うん、1トンから 30g なんで残り 999kg なんぼは、うん、金以外ですね。非常にね効率が悪いんですね。はい、じゃあ残念穴を覗きに行ってみましょうか。はい、そこら辺、あ、ここですね。ここ、ちゃんとこう来てるんですけどね。覗き込むと銀黒という黒い部分だけ集中的に掘ってるのはお分かりいただけるかと思います。ただ残念なことにキラキラ光ってないんですよね。あ、そうですね、だから見かけ倒しの典型みたいな感じですね。あ、ひょっとしたらあと10センチ掘ったらいいのが出たかもしれないですね、うんうん、それは歴史のたらればであってね、うん、なるほど、うん、ね、まあ当時の子が掘っていた親方は悔しかったでしょうね、うん、絶対出るから掘れと1日経っても2日経っても親方はダメですよ、いいから掘れと最後の最後は頼むからあと1日掘ってくれとかね、そんな感じで撤退したんでしょうね、うん、まあ、これが先ほど申し上げた山止めね、作業の模様を再現しています。言わずもですが江戸時代は金のマスクはしてませんでした、うん、そうですね。これね、コロナが入り出した時トイ金座で試しに作って売り出した、むちゃくちゃ売れた。それから壁の向こう側が鳥居になります。先ほどと、あ、なるほど。ですから昔はトロッコ電車の線路道が向こうからその奥へ向かって続いてました。最初とレールの跡が一番大きいんです。なるほど。あそこでみんなお前の人が行動に入ってくるとか、あれはそこじゃないんですね。そうじゃない、違うんですね。じゃあ奥行ってみましょう。わー深い。この奥延々と進んでいます。スクラットは4キロ5キロ、今の社員で一番奥まで行った人は高森さんです。もう番号奥まで行ってないんで、もうヘタラしてそう。立て坑の入り口、要するに立て坑ってわかりますか、下へ降りる。あ、そうです。さっきの断面図の下へね、はい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 、要するにでっかい井戸ですよ。水が溜まってるところもあったりとか。それはなんかはしごっていうか、それで降りるんですか。エレベーターですね、まあ、今は。あ、なるほど。今はっていうか昭和でした。昇降機とかね、クレーンと同じですね。カゴを積み下ろして、それからあのライトをつぶ
ってるところは気温が一定なことを利用してワインの貯蔵庫として活用される。ただ活用されてるのはもうあそこまでなんで、あそこから先でなんかこういうことをやったら面白いなっていうね、アイデアでもありましたら遠慮なくおっしゃってください。皆さん、土肥金山はどうでしたか？自分も前に来たことがあるのですが、ガイドさん付きは初めてで、知らないことがたくさんあり、とても勉強になりました。今お見せした部分はまだ一部になるので、もっと詳しく知りたい方は、近くに来たり行った際はガイドさん付きで回ることをお勧めします。自分はお腹が減ったので、ここに併設されているお店で天丼を食べました。やっとご飯にありつけてゆっくりできましたね。本当は他にも回りたい場所がたくさんあるのですが、伊豆はとても広く1日だととても回りきれません。見どころがたくさんあるので少しずつでも皆さんに紹介していければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エンドポイントのしょけけでした。